さあここから運命の四大決戦が始まります。まずは第6試合ザ・ディスティニー・ストロンゲストと題して行われます。まずは赤コーナーの堀田由美子選手、この頃ね、L1 リーグもありましたけれども、かなりこう気迫が顔に前面に出てるなという感じするんですけど。そうですか、うん、はあ、いい顔ですよ。ありがとうございます。今日は相手も大きいですけど、どうですか。そうですね、やっぱり私が L1 を出たことで、やっぱりレジーも結構意識してまして、なんか、自分ならいけるというそういうのがあるんじゃないですか。だからなんか、まあ実力的にもやっぱりグンダレンコと変わらないぐらい、まあパワーっていうのはあると思うので、やっぱりちょっとそういうところで、それをちょっと想定して戦いたいなと思います。はい、彼の彼女のことが頭にありながら大きな相手に臨むというような形ですね。頑張ってください、はい。さあそして一方の青コーナーはレジー・ベネット選手です。相変わらず大きいですけれどもね。How do you feel now? Oh, well, I feel very good today. I'm going to have a very tough match. Hoto Yumiko is very tough. She was in L1. She did very well in that tournament. But I'm here to prove her wrong. I'm big. I'm mean. Well, ちょっと mean. But I look forward to having this fight. It ought to be very good, very strong, very rough.相手も非常に厳しい選手ですけれども、頑張るという意気込みが伝わってまいりました。はいや。第6試合ザ・デスティニー・ストロンゲスト60分一本勝負を行います。青コーナー IWA 女子チャンピオン260パウンズレジー・ベネット。赤コーナー180パウンズ堀田由美子。
さあ後半戦です。第6試合ザ・デスティニーストロンゲスト60分一本勝負超重量級バトルであります。堀田由美子対レジー・ベネットのシングルマッチです。そして後半戦からは山田敏夫選手にゲストとしてゲストをお迎えしております。山田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。山田選手ね、はい、堀田選手がですね、はい、まあ、L1 出てからですね、すっかりその、はい、なんて言うんでしょう、こう、そうですね、ストロンゲストというかですね、そういうイメージというのをかなり植え付けてきたなという感じがしますよね、はい、まあ、そして今日のこの対戦相手のレジ、一体山田さんどんな戦いになるかというのは、2人ともというか、まあ、堀田さんも体は大きいですよね、はい、レジはそれに上回って大きいんで、どんな風に堀田さんがレジを、うん、もうレジはもうスコットノートンとかね、ベーダーっていう感じがするでしょ。そうですよね。おう、イエーイ。おっと、なんとなんとマウントポジションから顔面へのパンチでしょうか。あっと、このレジあたりもですね、あの L1 みたいなアルティメを戦うつもりでこの一戦に臨んでるというところがありますから。あ、そうですか。おっと、今度はアルティメットの女王は私よと言わんばかりにですね、拳を振り上げた堀田由美子。まあ、このレジあたりがですね、ああいった L1 みたいなものに出たらまた面白いですよね、これね。面白いと思いますよ、やっぱり。あの、グンタレンコと やらしてみたいですね、これね。あ、大丈夫でしょう。あ、さあ、ローキック、ローキック、強烈、3発で倒していった。今の堀田は、この丸10年のレスラー生活、はい、今が一番かっこいいんじゃないの。今が一番かっこいい。今が一番かっこいい。あの、さっき目を細めて出てくるよく目を細めてますけど、はい、堀田選手が光り輝いてんじゃないの、今の。まあ、あのジャパングランプリでのですね、まあ、堂々の12点、そうですね、まあ、単独ね、ぶっちぎり1位って感じでしたけどね、まあ、ジャパングランプリでもその、まあ、強さ、本当に強い、重い、まあ、そういった力強いというかね、そういったイメージを完全にファンに定着させたこの堀田由美子、これは痛い。堀田選手、これ白のコスチュームはまた黒の方がいいと思うんですけどね。ニューコスチュームですね。白太って見えますからね。あ、そうです。なんとなく、うん、堀田選手割とこういうビッグマッチで白を着用なさるんですよね。はい、あ、そうですね、割とね、好きでしょ、はいはい、白に堀田なんて前に入ってるやつですとか最近あのアルティメットでやったあの、なんていうんですか、ももまでパンツが着てるやつありますよね、はいはいはい、あのイメージだったんで、今日このショートなんでちょっとびっくりしました。久しぶりにね、はい、水で頭濡らして、あの黒い格好出てきてかっこよかったじゃないですか、うん、アルティメット系って、はい、なんかレジーも今日はアキレス腱固めか、こういう戦いを、ね、うん、珍しいですね。なんかこってりとストロングスタイルレスリングを楽しもうかと、そう言わんばかりのね、このレジー・ベネット、この試合用なんでしょうね、はい。まあ、本当だったらレジーはレジーらしく、うん、あの縦横の動きで、うん、あの縦横無尽にやった方がレジらしいとは思うんですけど ね、はい、そうですね。何でもできるようになりましたよっていうところを見せたいっていうのはあると思うんですよ。なるほど。あ、でもロープワークもありますね、あ、うまく足を取らせて円錐切り。山田選手、はい、堀田選手は L1 出る前とですね、出た以降っていうのはやっぱりこう肌合わせてみて如実に違いっていうものは現れてましたか。やっぱりなんかこう試合の運び方とかも L1 が入ってるっていうか、はい、L1 入ってますか。わかります、L1 入ってる、ってる、なるほど。まあ、しかしこの堀田選手もですね、一時はちょっと低迷した時期もありまして、まあ、この後どういう展開になるんだというね、山田選手ことも言われましたけれども、お聞きしたいんですけど、やっぱ低迷って今佐々木さん言ったけどね、低迷する時期ってあるんですよね、レスラーね、多分、うん、まあ、自分はあんまりこう励ましちゃいけないですけど、なんかみんながみんなこういい時ってないじゃないですか。はいはいはい、はい、まあ、それぞれ、はい、うん、山田敏夫今すごい悪い時ですね。すごい悪い時ですねしょうがないですね、はい、まあでもまたねブレイクするでしょ山田さんも、はい、そのうち頑張ります。そのうちって言って失礼ですけども近い将来さあ逆水平から、これもまたマウントポジション、マウントポジションでフォール入るところが結構これ、うん、本当山田選手じゃないけど L1 入ってますよね、はい、ガードポジションだあ、試合展開が本当に何かこの L1 してますね、アルティメットしてますね、なんかね、カウントに走りがレジ腕を取りながら、あ、
どうですか、これレジかなりまたシェイプアップしました、ひょっとして少しは絞れてんでしょうね、なんかそんな感じがしますね、言ってました、水着が緩くなったって。あ、そうですか。じゃあ本当に痩せたみたいですよ、なんかだいぶスピードアップしてるね。あんまり痩せてもレジベネット使うんじゃないですか、ね、まあその110キロですか、この巨体もっとあるような感じしません、なんかでも、うん、うわこれはちょっとね、掘ったいくら掘ったでも無謀な手4つでしたけれども、何をするんだろう、さあ、おーこれだ、おー、おー、豪快豪快、これが見られる、あー、ダンクプロレスも顔負けであります、超ド級のボディープレスカウント2、説得力すごいですよね、もうこれ以上の説得力ないでしょう、いいですよね、ただ落ちるだけで、そういうの、ただ落ちるだけで、いやでも高いところから持ち上げて、でかい人が、これもすごいですよ、これもすごいですよ、うわーすごい、プロレスが甘くなってですね、ホッタもやっとこさどっこいしょって感じで返しましたけれども、やっぱり今のような戦い方がレジじゃないですか、うん、まあ、やっと自分の土壌にですねこのホッタを引きずり込んでいこうというそういった戦法に変わっていくんでしょうか。さあレジベット超ド級のパワーサップがここまでは炸裂しているホッタを圧倒しているそんな展開であります。本当はレジの明るいキャラクターでいうと、おー、なんだなんだ、おー、こういう点があったか、いやいや、トップロープから何かこの DDT のようにね首根っこしつかんで、いやいやいや、場外へ真珠であります。さあカメラの方に、あーっと鉄柵に飛びつけて串刺しのラリアットを狙ったが、うわすごい、なんか普通のことのようにドカンというね、なんか丸田んぼ振り回してるような感じですよね。体があるっていうのはいいですね、はい、やっぱり山田選手あたりもその体があるっていうのは羨ましいななんて感じるときありますか。まあそれはありますけど、まあ、うん、ないならないなりにいろんなことありますからね。そうですよね。いや今度は椅子、テーブルを持ち出してきた、うん、何か嵐の予感がしますよこの試合。この上に、ああああ、まさかここにボディープレスするんじゃないですかね。なんかやりそうですよね。ちょっとやめてください。あ、よかった、あ、パイルドライバーかな、何するんですかね、ここにパワーボムでもやるんですかね。ああパワーボムだ、パワーボムだ、パワーボム落とす前にこれ机の足が、足首は大丈夫ですかね。あー今下半身取られましたよ。あと堀田選手が机の角に後頭部これ9-2出してますね。危ない危ない、あレジどうやら大丈夫か、レジは大丈夫か、ちょっと堀田の後頭部が心配であります。あ、机攻撃というのもね、やはりこれだけ体重があるとですね、技を仕掛ける前に崩れてしまうという、なんとも皮肉な結果になってしまうわけですけれども、机の足がいっちゃったんですね。そうですね、山田選手はこのレジとはですね、はい、まあ、おお、うまく体重、ああ、なんでしょう、なんでしょう、あー出ました出ました、頭突き頭突き、この堀田の頭突きといえばですね、あの遠藤、あの顔がもうこんな腫れちゃったね、あの遠藤の顔をですね、3倍ぐらいに腫れ上がらせてしまったという驚異のヘッドバットでありました。なんと大胆不敵にもこのレジにも見舞っていって、浴びせ蹴りニールキック、あーどうやら堀田が自分の土壌に完全にレジを引き込んでいくのか。うん、ここはもうずっとホッタペースですね、はい、さあどうかカウントは2、休まない方がいいんですよね、掴みかけるか、格闘路線へとひた走るホッタユミコ、これはどうだろう、おわこれはどうだろう、さすがに重いか、おお、顔面に何気にえげつない蹴りを一発入れておいて、さあニュートラルコーナートップロープ何があるんでしょうか、ニールキックかな、あーニールキックだ、顔面を的確に捉えていった、さあどうかカウント2、うん、まだだレジ大丈夫じゃないかなという感じがしますよね。そうですか、ええ、山田さんレジとねそのオールパシフィックの巴戦なんかで、はい、かなり死闘を展開したわけですけれども、はい、スタミナとかですね、はい、そういった面というのはかなりどうですか、良くなってきてますか、レジは。スタミナというのはパワーの方に目が行き過ぎちゃって、そうなんですよね、はい、でも他の軽量級の日本人選手とそんな変わんないぐらいが時間も、うん、あすごい動けると思うんですよね、レジ、
カウント 2.5、 やはり一発一発のダメージが重いですね、このレジの。お、ラリアットをうまくかわして、あ、今度は戻った、デンジャラスであります。びっくりした。いやいや、今なんでしょう、頭からタイムドライバー崩れたのか、それとも頭から垂直落下を狙ったのか。まあこのレジの体重ですとですね、あのそこから振り越し式にフォアボールの体勢に持ってくるのはちょっと難しい感じがしますのでね。シリスラム、シリスラム、これも豪快。なんかどの技やってもフォール取れそうな、そういう印象がありますよね。はい、得意技シリスラム。さあここからレジラックへと移行する殺人コースが待っているのか。これですよ、いやスーパーフライじゃないですか。ボディープレスだ。しかもトップロープから行くのか。お、後ろ向きの、あ、後ろ向きですね、後ろ向きですね。あ、何を狙ったのかちょっと見たかったような気がしますけれども。あ、何でしょう、後ろ向き。あー、ちょっとアピールしてる暇はないぞレジ。早く技を仕掛けないと。なんとお尻に小手、お尻に小手、的がでかいという感じがしますけれども。お、何でしょう、堀田選手、まさかカリビアンスプラッシュをこの体勢から狙おうというのか。後頭部にパンチを打って、あー、今度はエルボーを逆に返していった。レジーは何があるのか、レジーは何があるんだ。ニュートラルコーナー、ちょっと技が停滞している。どういった展開が、やっぱデカイモン同士って感じがしますからね。そうですね、でか、うん、あ、これはカリビアンスプラッシュを大胆にも狙おうというんでしょうか。これでも危ないですよ、腕が回んないのにね。え、トップロープですよ、しかも。さあ投げること、あー、あー、危ない、うわ、すごい、デンジャラスであります。カリビアンスプラッシュをなんとレジーに、あー、カウント2で返した。これはレジー未知の世界に今突入しましたね。頭から落下しましたしね。こんな投げられ方おそらくしたことないですよね、レジーは。体重があるから余計ですよね。余計ですよね、僕大怪我するかと思った。あー、ピラミッドドライバーまで狙うという。いやいや、ホットのパワーもしかしまあ恐るべし。しかし、しかし、まだレジーも死んではいないぞ。まあ、レジーもなんといってもですね、今現 IWA のね、今何チャンピオンですからね。ラリアット一発。お、ボディスラムからトップロープいきましょう。来ましたよ、来ましたよ。セカンドロープかな、最初は。セカンドロープですかね、まずはね。段階を踏むんですよね、この人。うわー、飛んだ、すごすぎ、すごい飛距離であります。落差十分、危ない危ない危ない。格闘場を掘った空中のフォームが美しいですよね。この時反りますからね、反りがすごい。いやいや、この体格、この体重からは信じられない。この動きであります。スイングしているぞ、危ない、掘った由美子、危ない。すごい、なんか今綺麗でしたよね、あのライガーフォームね。堀田選手もよくカウント2で、はい、完璧に決まってました今。今度はトップロープでしょ。いや、距離すごいありますよ、はい、これね。この人リングの中央よりも向こう行けるって言ってましたよ、自分で。距離すごいですよ、山さん。結構この体重で飛びますから、反りますしね。わー、ちょっとデンジャラス、うわー、すごい、もらった。あー、バンジキュース格闘場、危ない危ない。いや、レジーはこれもスリーカウント間違いなしって感触ありましたよね、これね。誰もなんか跳ねのけたことないんじゃないですか、ないっすよ、あのトップロープものは。山田さん、ちなみにトップロープものは食ったことあります？食ったことないですね、多分レジー初めてじゃないですか、返されたの。あー、もう一回いきますよ、ね、もう一回いく。いや、レジーのこの跳躍力もすごいですね、これ。危ない、あー、危ない、かろうじて残した、かろうじて首の皮一枚かわしていった堀田由美子。生き返ったのか、顔面へ蹴り2発。おっと、レジがちょっと誤爆の後遺症もあるのか。あの、またあの使い果たしちゃったっつう部分がありますよね、レジ。あ、えげつなく低空のニールキック浴びせ蹴り。おっと、お、ダリと、今のはどうしたんでしょう、レジベネット。山田さん、
はい、いいとこ入ったんですね、きっと先ほどのあのニールキックが、はい、蹴りって入りどころによってじゃないですか。なるほど、一瞬どうなんでしょう、脳震盪状態で、そうですね、カウント3入ってしまった、はい、そんな感じもしましたね。そうですね、あちょっとなんでしょう、レジーも負けた気がしないというか、そんな感じが、はい、するでしょうね。ちょっとただあのトップロックからのスプラッシュを 2.5 ですか、はい、ぐらいでしのいだ時点で、はい、あの割と堀田選手のスタミナ勝ちというかその、はい、頑張り勝ちが決まっちゃってたなというような気がしますね。まあレジとしてもですね、トップロープからのボディープレスを返された時点でちょっとまあ手詰まり状態というかね、まあその後の展開というのが難しかったというのもあるんでしょう。その辺の精神的な焦りがあの誤爆、そしてフィニッシュへとつながっていったわけであります。面白い、今の何あれ何ですかね、ポンポンポン、面白かったですね、まあ、あのね、アメリカ人よくやりますけれどもね、うん、さあ堀田恵美子、まあ怪物退治といった心境でしょうか。今高々とトロフィーを持ち上げました。まあ堀田の場合はですね、山田さん実は明日の後楽園ホールで、ジャパングランプリの決勝戦があるということでね、はい、そちらの方も、はい、まあ堀田は息が抜けない日々が続くわけですが、そうですね、まあ、それにしても山田さんも含めてですね、この武道館の次の日後楽園ホールできついですね。これ殺す気ですよね。はい、それも殺す気ですよ。殺す気ですか。昼からですよ、昼から。昼ですか、しかも。いやいやいや、明日までがなんか続いてるって感じじゃないですか。そうですね、でも1日空くより帰って続いてた方が、あ、なるほど、精神的にも、そうですね、うん、なるほど。さあ今勝利を収めたばかりの堀田由美子選手に来ていただきました。よくあの攻撃に耐えて自分に呼び込みましたね。というかもうあのプレスですか、最後の、もう息がなんか止まっちゃったんです。心臓がうって一回止まってダメだと思って、でも負けてらんないで明日に響いちゃうんで、うんうんね、ここで負けたらやっぱ明日トヨタとジャパングランプリの決勝で、うん、響くかと思って、それにはいい弾みになったんじゃないですか。そうですね、もうちょっと、ね、できるかと思ったんですけど、ちょっと自分もねダメですね、これじゃ。いえいえ、もう一回ちょっと、ちょっと戦い足りないかなというような印象もありますけれども、まだもう一回ぐらいやってやりたいなって感じはしますけど ね、 でもね、あの人は当たるよりはタッグで組んでやったら、うん、なんか面白いような気がするんですよ。だからタックリング今度あるんで、ね、ぜひ組んで、あの日本のプロレスはこういうもんだよというのをちょっと教え込みたいなと、うん、なるほどね、それで最強なタッグになってみたいなと思います。はい、はい、本当に気持ちいい汗が吹き出してます。おめでとうございました。あ、そしてWell, I may be bigger than HotaBut she's one hell of a fighter. I guess the training she had with L1 really helped her along a lot. I'm basically a street fighter and a pro wrestler. She is very good at what she does. I'm honored to fight with her. And I guess you could say I'm honored to be beaten by her. She's really tough. I hope to have more matches with her, but maybe this time we'll be partners instead of be opponents because she gets one hell of a kick. Arigato. Thank you.さて第7試合はザ・ディスティニー・ビースティーと題してお送りします。赤コーナーのアジャ・コング選手ですが、今日はバイソンとの戦い、話すことなんか何もねえよということで、お話を伺うことができません。やはり 3WA 大阪の直後ということでちょっとピリピリしているアジャ・コング選手です。さてそして青コーナーはバイソン・木村選手です。運命の対決ということになりますね。そうですね、引退に追い込まれたのはアジャの試合だったんで、復帰した意味のある、ね、試合にしたいと思います。また認めさせたいというような気持ちもないですか。もちろんそれもあります。ですね、さあ本当にどんな試合になるんでしょうか。We'll be right back.
第7試合、ザ・デスティニー・ビースティ60分一本勝負を行います。青コーナー、ライディングアレイ180パンスパイソン・キムバー。赤コーナー、230パンスアシャコン・グー。レディー・グレーバー。さあ第7試合です。ザ・ディスティニー・ビースティ60分一本勝負、アジャコング対バイソン・キムラ、運命の対決ということであります。ともに61年組の同期対決。おー、まずはバイソンがですね、チョップ一発、いきなしジャーマン、そしてジャーマン、けさぎりチョップだ。おっと、真っ向から頭で、もうどこでもいいから殴ってますね、今。脳天、脳天、うわ、すごいですね。脳天チョップって言いますけど、トマホークチョップですよ、今のは。ああ、そして、アジャの投油缶を、人様の、豪快に今殴りました。これ、やっぱりバイソン、かなり期するものありますね。ライディングアレイとしてですね、復活したバイソンも、ある程度ね、はい、ゲリラ殺法を使わないと、今のアジャにも、なかなか対抗できないですよ。強烈に今アジャコングを打ちつけました。アジャ大丈夫でしょうか。本部席来て、バイソン何か怒り狂ってますよ今日は。やはり何か気するものがあるんでしょうか。バイソン木村が荒れ狂っています。まずは奇襲戦法だ。アジャコングちょっと流血かな。アジャコング流血か、アジャコング流血か。金髪に染めたばかりのアジャコング、おー、すごい音がした。で、今テーブルに血がべっとり、うっしゃ、いやいやいや、大変な試合になってしまいました。山田さん、このアジャバイソン、はい、こういった展開というのはちょっと予想しませんでしたけれどもね。どうですか。よく考えれば予想できますよ。だって正面から、今のバイソンがね、正面から行ったってアジアにかなうわけじゃないですよね。なるほど、いいんじゃないですかこれは。まあ、ある程度ラフで行かないと本当に。けさぎり、なだれ式にけさぎりだ。おー、ロープワークを使って、出てるんですか。あー、出てますね。もうなんか顔わかんないですね。でも金髪の中にちょっと血が混じってますから、今アジアなんかダイナマイト関西とお揃いになっちゃったですね、頭の色。その流血しているところに必要に、相当切ってますよこれ、必要にチョップ攻撃であります。アジア、これペイントがもともと赤いんでですね、そんなにね、目立たないんですけど、これかなり出てますよこれね、血が。いや、それにしてもバイソンどうでしょう、動きここまで非常にいいですね、バイソンね。フライングヘッドバットかな。あー、これも見事にヒット。今日はアジャ、白のコスチュームが早くも鮮血で染まってしまうという展開になってしまった。お、アジャコング、これがアジャですよね。あー、すごい、垂れてる垂れてる垂れてる、うわ、うわ、そこにヘッドバットだ、バカ野郎。ジャングルジャック対決を思い出す、アジャコング対バイソン木村の流血戦だ。ヘッドバット、ヘッドバット、なんか昔コーラゲン思い出しますね。この自らの流血した頭を相手の頭に打ちつけていくアジャコングであります。いや、このアジャの金髪もですね、何かもうあっという間に真っ赤っかになってしまいましたよ。アジャコングも荒れているか。さあ、バイソン木村もちょっと頭を押さえている。アジャコング大丈夫か、何か自らですね。いや、バイソン大丈夫か。あー、だいぶ頭押さえ、やはり必要なですね、頭突き攻撃にバイソン、もんどり打って倒れている。エプロンで心配そうに、今ライディングアレイのアスカと、そしてジャガーが、どうやら、あー、これはバイソンも流血ですか。一筋の血が落ちてきましたね今、はい。いやー、壮絶な流血戦になってしまった。バイソンもなんとアジャの頭突きで流血という浮き目を見てしまったわけであります。うわー、あー、すごい、体重を全部乗せてのキック、血でリング滑り始めるんじゃないですか。あんまり血が出て、
ソンが、これまたバイソンらしい。バイソンが何か乗り移ったかのようなものすごい表情を見せている。バイソンも何かですね、あの復帰当初はちょっと戸惑っている部分も見受けられたんですけれども、やっと何かだバイソンらしさを取り戻してきた、そんな感じがしますね。ここまあ数日の試合を見ておりますと、うわあ、えげつない、ものすごいパイルドライバー、うわあ、鮮血が今真っ赤な血がバイソン木村の顔面を止めている。ああ、ボディープレス、バイソン返せるか。ブリッジで返していった、ブリッジで返していった。ブリッジで返すってことはまだ少しは力残ってるってことですね。まだ5分ですか。もうなんか10分ぐらい、ね、あすごい消耗戦ですよね。やはりこの流血戦というのは山田さん、かなり消耗しますか、体力は。でも結構血出た時って、そっちの方に気が入ってるから帰って、なんかスタミナ的には、自分はかもしれないんですけど、消耗しないっていうか、ない。ああ、それ意外ですね。血に気が取られちゃう。はい。なんかこう山田選手がこう血を見ると逆にこうガガガガッと来る方じゃないですか。そうですね。でも血見るとみんな興奮しますよやっぱり。みんなそうですね。ね、血を見るとっていうもんね。おっとバイソンが今コーナーに乗せられて何が。滑りそうになったら髪の毛掴んで押さえる。手探りの連発だ。ごつ。なんかバイソンのチョップ5発に対して、あーすごい、完全に上に乗ってしまった。なだれ式水車落とし返せるかバイソン木村。これは数々の選手からホールを奪ってきた技ですからね、はい、あのバイソンよく返しましたね、よく返したね。あー裏剣だ、裏剣だ、今高々と裏剣、あその前にエルボーかな、あ裏剣ですね。うおーあー危ない、ツンデのところで、あそして毛先を裏剣封じか、アジャの右腕を封じていこうというところ、テープしてますしね、肘にね、あ前日アジャコング実はダイナマイト関西戦でもね、あの裏剣封じで、右腕攻められてるんですよね。どうでしょうか。いや見事に毛先にちょっと一発、一発手下げにチョップありましたね、はい、打った後カバーに行くのすごく早かった、うん、かったですね、もう一発、わー、豪快。さあ、カウントどうか。このバイソンっていうのもですね、あんまりその器用な選手じゃないですからね、やはりそのまあ男で言えば天竜原子郎の天竜チョップのようにですね、必要にこの技をですね繰り返して、まあ一つの技を結構大切にする選手ですね。なかなか女子プロレスにはあまりいない古いタイプレスラーなんですけど、あーラケン、ちょっと今バイソン一瞬気を抜きましたかね。手先を打った一瞬の感激を塗って、アジャがですね自ら痛めている右腕を大車輪のようにぶん回しての裏剣。まあ、バイソンも当然これ裏剣はね対策練ってきたとは思うんですけれども、まあ今のはちょっとさすがにねかわせないタイミングでしたよね。お、今なんかあのこれですね、あーもろに入ったか、バイソンバンジクスカーカウント3、裏剣2発でバイソンを料理したアジャコング、これ結構早めに決着つけましたね。はい、まあでも内容濃い試合でした ね、はい、ね、衝撃度がすごかったですね、はい、まあ、ヘビー級って感じの試合でしたね。さあ今バイソンは大の字、最後バイソンはなんか裏剣気味にチョップ打ってきましたけれども、そうですね、裏剣もトライしたんでしょうね、だからこれはこうやんだって言ったら見事にいいクリーンヒットしちゃいましたね、はい、はい、アジャがマイクを取りました。何人ですかね。バイソン、そしてここにいるお前らによく聞け、アジャコングが待ってました。アジャー、アジ
ジャコングはまだまだ死なんというねことですけれども、まあ、ベルトを取られたことを指してるんでしょうね。そういうことですね、はい。まあ、SBWA の赤いベルトをですね、まあ、全場史上初のですね、まあ、他団体への流出という、ことになってしまったわけですが、はい、お前のことないから、ありがとう受け取っとるよ、もう一回。バイソンがこれはアジャへもう一回チャレンジ、これはまあチャンもう一度まあチャンスをアジャからもらった形になりましたけれどもね、まあ、思いを込めてきたからでしょうね。アジャ、一度お前から逃げた自分だけど、プロレスから逃げた自分だけど、プロレスが好きで戻ってきたよ。アジャとあんたとやることでプロレスに戻ってくれたと思う。やっとプロレスラーに戻れたと思う。もう一回やってくれ。バイソンの言葉いかがですか、斉藤さん。うん、やっぱり、うん、これでやっと戻ったんじゃないですか。まあ、バイソン自身がね逃げたって言ったその地点にね、それがなんか良かったんじゃないですか今日は。これで、はい、アジャもやっぱり潰しましたからね今日も ね、 ね。まあでもバイソンの口からはっきりですね、一度逃げたというふうに、ん、自分だけどとね、まあ今本当にね、だから穴が開いてたと空間のね、はい、時間がつながったんじゃないですかこれで。そうですね、はい、うん、これはどうでしょう今後のバイソンのですね、これはファイトに如実に影響するね、いい方向へですね、バイソンを導いてくれる、そんな試合のになったんじゃないかなという気がいたします。ハートアレスラーでしたね本当に。今満員の大観衆から惜しみない拍手がアジャコングに送られています。ということで今日の第7試合アジャコング対バイソン木村、まあ、運命の対決だったわけですが、アジャコングが裏剣に発、やはりまだまだ強いアジャコング健在でありました。本当に運命の戦い壮絶を極めましたアジャコング選手に来ていただきました。どうぞ。腕の方の痛みは大丈夫ですか。大丈夫です。今この試合を終えて話すことってのはありますか。そうですね、まあね、バイソンが戻ってきてもう半年ぐらいになりますけど、一回当たった時、タックで当たった時はねまだまだふざけんなって気持ちが強かったですけど、ただね今日ねこういうふうに3年ぶりぐらいにこうやって頭割られて、そんなことするやつってこの3年間いなかったですから、やっぱりそういう心意気というかね、バイソンに付き合うつもりはないと言いながらも、まあ、3年前のジャングルジャック的にな戦いにすごく戻っていったんじゃないかなと、まあ、それがまあ私がバイソンを認めた証拠といえば証拠じゃないかなと思います。それが一番の、はい、これからまた新しいスタートということになりそうです。やることで
やっとプロレスラーに戻れることができたんだと思う。これからが、だからずっとアジャにこだわってきて、やっと自分の中でジャングルザックなくして、これからのバイソン木村見つけていって、改めてまたアジャと個人のバイソン木村としてアジャとやりたいです。さて第8試合はザ・ディスティニーメガパワーと題して行われます。まずは赤コーナーのブル中野選手です。この試合は非常に大きな意味を持った試合だと思うんですけれども。そうですね、この試合に限ってはやっぱり今まで獄門と、そしてみんなでやってきた思いとか、やっぱ自分の市場とか感情もすごい入り混じってるんで、でそれとはまた別に、レスラーブル中野と井上京子の個人との対決でもあると思うんで、まあ解散する解散しない後にして、とにかく今この緊張を楽しんでいる状態です。本当に何かが起きそうな感じがいたします。そして青コーナーは井上京子選手です。このブルとの対戦、複雑な思いで臨むと思うんですけれども。はい、いや複雑じゃないんですよ。今日は勝ちに行きたいと思ってます。はい、その自信はあると。ありますね。ただ勝ってしまうとということもありますよね。いやそれはそうですね、やっぱり獄門と解散とかいろいろ言われてるんですけど、それは中野さんが決めることで、まあ、とりあえず勝ってからということで、はい、はい、じゃあ全力で頑張ってください。はい、今日も頑張ります。いくぞ。僕元スリーダーで世界タッグチャンピオン
175パウンス井上京子。あらこら国元を世界の頂点220パウンスブルーナカロ。さあ武道館常連戦ディスティニーも残り2試合ということになりました。セミファイナルザ・ディスティニーメガパワー60分一本勝負、ブル中野対井上京子、獄門島対決であります。ブル様はまたニューコスチュームでですね、これはその心中察するやいかにという感じがいたしますけれども、先日の大阪大会では京子の、パワーを改めてですね、圧巻というようなことを放送席でゲストとして、ブル様は、おっしゃったんですけれども、あまずは京子の大コール、モンゴリアンチョップ京子たけちゃんの大コール、あーすごい今コンタクトがすごかったですね、バッコンっていうかね、これも超ヘビー級対決になりますね、これね、うわすごい、先ほどの京子のラリアットのお返しであります。カウント2。さあ、事実上ですね、獄門島という形でのですね、マットでの活動というのはほとんど、これまでなかったわけですけれども、しかし心はね、つながっていたわけで、今日はその、最終章、獄門島、今これね、この試合卒業式と言われてますよね、だから帰って握手の手を出したのがブルさんの方で、それをうーんって考えてからやっぱりやめたっていうのが京子でしたよね。だから京子は去年戦った時よりは、トップレベルさん、これをなんとスリーパーで掴んでしまった。いやいや、京子のレベルさ、こんな形でね切り返すなんていうのはね、新しいですね。そうですね、同時のスリーパーですね、はい、スポッと入っちゃったからですね、これは新しかったです。しかもリング中央、さあ京子大丈夫か、ちょっと苦しい表情井上京子、同時目スリーパーがっちりと決まっています。あとちょっと根負けしたか、腕も取って、これは変形のドラゴンスリーパーの形ですね、グラウンドのままですね、はい、グラウンドでのドラゴンスリーパー面白いですね、移行ですね。しかし最近のブル様のですね、表情を見ていると、何かこの悟りの境地といいましょうかね、何か全てを何かもう知り尽くしてしまったようなですね、そんな落ち着いた表情が見受けられますよね。さすがに世界の女帝であります。あー素晴らしい、これはまた、これは京子の初期の技ですよね、はい、体重が重くなってきてからあまり使わなくなってきたんですけどね。本当にこの大きな体からは相当できるような動きしますからね。ああ、なんとブル様を利点上で持ち上げてしまおうという井上京子。さあ、お客様もよく分かっております、ここで必ず手拍子が巻き起こる。1万5000人の大観衆の手拍子に乗って、高々と天高くブル中の世界の女帝を武道館の天井へと吸っていったわけであります。いやいやいや、どよめき起こりますもんね、やっぱりブルさん持ち上げたのね。京子のパワーってのはこれ恐ろしいですね、大変力持ちですよね、はい、本当にですね、ブル様自身もこの京子のパワーには脱帽しているということなんですけれども、軽々と持ち上げてしまうんですよね。おー、今度は何でしょう、腰振り腰振り腰振りポーズ出るんでしょうか。ブル様が相手でもやはり京子ワールドは変わらず、満員の武道館にたとえ世界の女帝を相手にしてでも京子ワールドは貫いていきます。井上京子、さあここからくるっと反転して、また足の力だけで持ち上げちゃうんですよね、これね、外れてしまいましたね、ちょっと足のキックが弱かったか。おっと、すかさず今度はキャメルクラッチか、
山田選手はこの強固のパワーっていうのはですね、もう何度も何度も肌で感じてるとは思うんですけれども、はい、すごいですね。すごいですね。なんかすくすく育っていってますよね。なんか体がどんどん大きくなってますね。大きいですよね。あ、まだ大きくなってますか。体本当に大きいって感じで、そばで見ると人際でかいっていうか、それでいてなんて言うんでしょう、ロープワークとかですね、全く衰えを見せないんですよね。まあ、やはり本当に、まあ、プロレスの先生のですね、センスの持ち主ということなんでしょうけれども、まあ、パワー合戦になっても全くこのブル様と引けを取らない井上京子、むしろここまではパワーで圧倒していると言っても過言ではありません。これこの駆け足がいいんですよ、うん、力が有り余ってるっていう感じしますよね。ブレンバスターか。さすがにこれブル様、ブレンバスターで持ち上げた、これすごいですよ。ブレンバスターのか、うん、力が入ります。逆に、あー、さすがにブル様か。ここは力比べはやはり女帝が勝ったか。スープレックスの腰なんでしょうね、はい、さあサソリ固めか。これブルーズアンヘリート、あーブルーズアンヘリート、これも力技であります。久しぶりに見せます、メキシカンサッポー。あーでもこれ強固重いんですね、これね。ブル様を押してもいやなかなか持ち上げることできませんよ。あーここで完成ですけれどもね、あいつものように高々と持ち上げることはできませんでした。いやいやいや、これ山田さん、強固実際これどのぐらいあるんですかね。85ぐらいあるらしいですよ。85ですか今、はい、強固選手の場合はベスト体重ってのは特にないんですかね。これ増えれば増えるだけこうどんどん順応していくというか、なんかこう動かないで太ってるわけじゃないじゃないですか、パンパンなんですよ背中なんか。すごいですもん、肉がね、はい、あのだ太ってるって言っても脂肪じゃなくて肉厚になってきてるっていう感じじゃないですか、うん。今の、なんていうんですか、ワンシークエンス前っていうんですか、インディアンデスロックから尻振りダンスありましたよね、はい、あれなんかもうお客さんのリクエストに応えちゃったからしょうがなくて踊ったんですけど、うん、今日の京子はシリアスバージョンっていうかね、まあがっちりとその、なんていうんでしょう、獄門との歴史を噛みしめながらというかね、ブル様、ひょっとしたらこれシングルマッチね、最後になるかもしれないという、そういう気持ちも当然ありますもんね。あ、これありがとう。ああ、宙吊り。おお、戻った戻った。もう一回いった。またこれはブルーらしいというかね、往年の極悪ね、極門刀のまあ悪徳殺法といったらなんですけれどもね、そういった技の一つが今垣間見られたわけであります。モンゴリアンチョップ、あーラリアットカウンター、待ち構えていたブル様。まあ一応そのまあ強固とかですねいますけれども、獄門刀といえば悪の巣窟ですからね。まあきっとブル様、ひょっとしたらまたラフファイトでですね、これは強固を応戦していくということも、悪の巣窟って言ってもみんなが使用した場所って感じしますよ、うん。あーラリアット、まあ要するにだんだんこうね、本当にそのヒールがテクニックありパワーありの強い時代になりましたから、その獄門との形態もですね、設立当時とはだいぶこう徐々に変化していった、そんな感じであります。そしてこの井上京子のような選手も出てきてしまうというね、これも本当に歴史を感じさせるような気がしますが、さあおコーナーに口出しにしておいて、ぴょーんと飛びのテリリティ、もうこの辺りも強国独壇場であります。さあここまではまあお互い一つ一つの技を大切に慎重にやっているような、あーこれはしかし誤爆であります。まあさすがにね、ほいそれとですね、ブル様も相手の必殺技を何発も何発も受け流すわけにはいきません。お、ブル様も登りますか。正面を向いているということは、あーいやーすごい強豪、びっくりした、あれでフロントスープレックス投げるかと思っちゃいましたけどね。あー危ない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 、
エルボーで場外転落は破る中の。さあ落ち着いて組み立ててますよね、はい、京子はね。今日は手前側の場外へ戦場を移していった。満員のアリーナ席のお客さんの前で、あ、今接策を利用しての先ほどの DDT をやろうとしたんですけどね。これはいったか。ちょっと2回ほどトライしましたが、ちょっと不完全の形になってしまいました。井上京子飛びつきの DDT。 さあ今度はこちら側の鉄柵か、反対側の鉄柵はうまくスイングした振り子の原理、力倍増。そしてラリアットモンドリ打って倒れてしまった井上京子。さあ今度はブルサモン深追いしていくか。ああ、机が妙にすっぽりと開いているぞ。ああ、南がちょうど解説席に座っているその机をムンズムンズと、ああ、なんとなんと机の上で満員のお客さんによく見えるようにヌンチャクを抜いていったブル中野。と机の上でブレンバスターは怖い。ああ、今のは何ですか、 DDT。 いや、ブレンバスターみたいに、ブレンバスターを下にやったんですかね。高速のブレンバスターを床めがけてやっていった井上京子、命知らず。掛け合っちゃいましたね。強力ですよ今のは。命知らずの井上京子。あっと今度はこちらの放送席に、あ、なんと向かってきたと思ったら、これはすごい助走の距離であります。私たちのいる放送席よりもさらに離れた後ろ、おそらく 50m はあるでしょう。ラリアットクローズラインを打っていきました。ひとしきり腰を打ちつけてしまったブル中野。ちょっとここでブルの動きが止まったのか。京子は足も速いですね。しかしね、陸上選手ですかね。でも砲丸ですよ。砲丸ですか。砲丸砲丸か、陸上、まあ、陸上部か、うん、おっと、あ、ブル様しかし生き返ったの。ああ、雪崩式ブレンバスターか、雪崩式ブレンバスターか。うーわー、すごいトップロープ。ああ、危ないぞこれ、危ないぞ。京子、京子よくやるんですよねこれね。アバラシの、なんと、ああ、デンジャースなこと。え、まさかこれで持ち帰る。持ち帰る。いや、さすがに危ない危ない。ああ、すごい。いや、今なんでしょう、あれもよく持ち替えますよね。場内がどよめいたのは、なんかこう安堵の声と言いましょうかね。あの程度で良かったみたいなね、そんな感じのなんかどよめきでしたけれども、いや、今日このパワーは無尽蔵だ。一体どこまで行ってしまうのか。底なしのパワーの持ち主であります。パワーありますね本当に。今度は何ですか、パイルドライバーですか。うわー、すごい。おー、リバースの DDT。 ブル様も必殺技を打っていきます。ブレンバスターか。あ、これはブル様が得意のズドンですよ。うわー、ロープを利しての変形の DDT。 うん、カウント2。まあ、まだまだ京子はね、体力ありますよね。おー、スライディングキック。おー、ブル様が飛びますか。ブル様が卒業式のお土産に飛んだ。まあ、獄門島のね、もう全てをこの京子にぶつけていく、そんな気持ちなんでしょう。ブル中野、ブル中野の持っている獄門島のスピリットを全てこの京子に今日は伝授しようということなんでしょうか。あるいは京子はそれをどういった形で受け止めるのか。かなり遠いところからコーナーに乗って待ってますもんね、ブルさん。ギロチンの体勢ですよ、これは。これはですね、6メーター四方のリング丸々一辺分ぐらいありますよ。うわー、ラヤットマシーフォントスープレックス。電光石火、ロープに登るのに何秒かかったのでしょうか。あっという間の出来事でした。そして横たわっているのはブル中野。ブンズと起き上がってナイアガラドライバーを変形したものの、うわー、垂直落下式。
あこの技もブル様よくやりますよ ね。これ何て言うんでしょうか、強烈に頭を垂直に打ちつけてしまった。ギロチンドロップを高らかに宣言したブル中野の、うわー、ギロチンドロップ、これは失敗ですね。よく見ていたか。あー、ナイアガラ持ち上がらないか、さすがに持ち上がらないか。うわー、すごい、あー、危ない。いやー、強行持ち上げましたね。一回持ち上がなくてもう一回戻してうんって、はい、要するに力持ちなんですよね。体勢さえ整えれば相当の体重の人持ち上げちゃうんじゃないですか。あー、強子はしかしもう一度ナイアガラを狙おうというところですけれども、ここはうまくブル様がディフェンス、あー、ピョーンと飛び乗ったんですが、おお、この辺りはさすがにね、まあお互いの手の内というのはよく分かっているんでしょう。あっという間に15分、場外で DDT、 ブル様の、まあ、あのピーンと、お、拝んでますよ。あー、場外になんとなんとギロチンドロップ、ご愁傷様という意味なんでしょうか。両手を合わせて、あ、まだやりますよ、まだ行きますよ、もう一発。これブルサマーも痛いんじゃないですか。これでも生涯硬いですからね。ギロチンドロップ2連発で井上京子場外で大の字であります。考察大の字、あー、そして自然発生的に湧き上がってきた京子チャチャチャ。あー、セコンドには 3WA タッグの同士井上貴子が今京子を励ましていますけれども、うん、貴子の声はこの京子の耳に届いているんでしょうか。あー、ブル様が試合途中にもかかわらずマイクを取った。ちょっとグロッキーは、ちょっとグロッキーは井上京子、試合は一転、やはりブル中のペースになっていくのか。ブル様、あ、今しっかりと距離を測りました、じっくりと距離を測りました。完全に京子はグロッキーだ。なんでしょう、ローリングギロチンかな、ノーマルのギロチンです。今どうしました。おお、ワンで返した、ワンで返した井上京子、場内大ストンピングの雨あられでした。今やっぱりメッセージをキャッチボールしてますよね。上がってこい、ギロチン受けろっつって受けたら今度ワンで跳ね抜けるとかね。いやいやいや、目に見えない会話ありますよね。うわー、ギロチン受けた京子、どうする、ワンで返す、井上京子が吠えるぞ、吠えている井上京子、ラリアットからエルボーだ。うわ、ラリアット、ブル様も黙ってはいません。あ、ローリングギロチンですかねこれね。あー、ムーンさん、ローリングギロチンのポーズかな。まさかこれも京子に惜しげもなく、うわ、完璧にヒットした。おっと、危ない。いや、今私村山大地右手キャンバスについたかと思いましたけどね、かろうじて 2.9、 井上京子返していった。ブル様ローリングギロチン返されるなんてのはね、これはちょっと精神的にもね、生優しいことでは済まないんじゃないでしょう。これはもう一度ボディープレスから、あー、ムーンサルトですよ、ムーンサルトだ、ムーンサルトは受けない、これはさすがに受けたら返せませんもんね。あ、カンパーナか、カンパーナか、あ、スパイダーネットか、カンパーナですね。いや、ギブアップのやつですよ、ギブアップのやつですよ。何でしたっけ、
スパイダーネスト、あ、はい、スパイダーネストですかね。まだ決まってない手が、あ、まだちょっと首に手が回っていない。まあこの辺りやはり体格の大きいブル様、しかしこれどうですか、ブル様も、まあ、京子もナイアガラドライバー出しまして、ブル様もローリングギロチンまで出して、ね、ギロチンあんなに使っちゃってローリングエルボー、あ、ローリングね、ギロチン あそこまで出しましたよね。ブル様もこれはちょっとですね、長いレスラー人生においてもですね、ここまで手の内を出して、なおかつ返されてまだ試合が続いている、このおっ、いや京子ってのはなんでこういうことができるんでしょうか。そしてこの人はまだなんかスタミナ残ってるんですよね、これがね。あー、高々と持ち上げた、完璧に持ち上げた、ナイアガラドライバー完璧に持ち上げた、いやー、ブル様も返す、カウント2ですよ、20分。山田さん、はい、これは勝負決まるんですかね。いやー、どうなんですかね。お互いもう必殺技も尽きてきましたよ、あー、もう一回また上がった、あー、うわすごい、2発目ナイアガラドライバー、これはもうダメか、世界の女帝京子の必殺技を真っ向から受けて、そして真っ向から返している、逃げも隠れもしません、お互いがお互いの必殺技を真っ向勝負、これはもうね、大リーグ級ですよ。あー、完全に決まったか、カウント3、京子ついに世界の女帝を超えたのか、カウント3、ナイアガラドライバー3連発、いやー、聖母コンも突き果てたというこの両選手であります。あー、斉藤さん、ついに京子やりましたね。いやちょっと今言葉を失ってました、ギロチンをやった分、京子も、プルさんがギロチンにこだわった分、はい、京子もナイアガラでいきますよということで、山田さん、はい、いやー、最後壮絶ナイアガラドライバー3連発、あの重いブルをですね、この終盤20分過ぎに3回ナイアガラドライバーで持ち上げる京子ってのもこれすごいですね。そうですね、どっちが勝ってもおかしくなかったですね。はい、それにしても井上京子、これはね、まあ、タッグのベルトを今日腰に巻いて入場したわけですけれども、名実ともにですね、これブル越えも果たし、もう前場のですね、これはもうトップ宣言と言ってもいいんじゃないですか。いやー、ブル様、これどうでしょう、山田さん、満足そうな表情といって、なんか嬉しそうな顔ですよね。なんかね、こんな風に見えますね。あー、京子が今涙こらえきれずに、あー、もう顔がくしゃくしゃになるのを必死にこらえている、そんな感じの表情にも見受けられますが、ブル様、敗れて悔いなし、もう京子を見てね、何か極門とどうなるんですかね。うん、よくここまでね、育ったなというね、なんか、はい、ここで何かコメントが出るのか。負けていいよ、
ちょっと意外な展開を見せていますが、あ、もう一度ブルがマイクを取りますかね。解散しないでいいよ。おかしいですね。なんとか言ってくれというファンの声が今くしくもこちらまで届いてきましたが、さあ今マイクを取った渡辺智子ですが、ブル様何かコメントはあるんでしょうか。どうするんですかね。今お これはどういうことなんでしょうか。あ、今マイクを取りました。まだなくならないことですかね。どうでしょうね。ブル様の心中がちょっと気になるんですけれども、今控え室にどうやらこのまま帰るようですけれども、山田さん、ちょっと最後の方はですね、はい、意外にも獄門島解散をですね、卒業式をぶち壊したのアスカじゃないの、思いとどまらせたのが意外にもアスカだったという。いや、思いとどまったかどうかわかんないですよ。今日はもう終わる用意してきたのかもしれないし、あのブルさんの方だよね。今京子の方に勝利者賞ということなんですけれども、さあどうなるんでしょうか、この後獄門島。これはとりあえず発展的解消ということで、使えないんでしょうかね。さあ今今日のテーマソングが高らかと武道館にこだましていますけれども、さあ今京子が控え室に戻っていきます。山田選手、京子対ブルね、あの試合内容非常に見応えありましたけれども、はい、今後の獄門島なんですが、山田選手はどうご覧になりましたか、この試合後の。なんかでも渡辺がああいう発言をしたっていうことは、はい、まだ見送られるってことですかね。まあこの辺もですね、この後の展開、目が離せないということになりそうです。はい、ついにブル中野選手を倒しました井上京子選手、こちらの方に戻ってきてくれました。勝ちましたね。やっと勝ちました、はい、スリーカウントを聞いたときはどんな気持ちでした。なんかグッと来たっていうか、なんか分かんない、自分でもよく分かんないような、どうなんですかね。これで、ね、前々から言ってたブル越え、はい、これを果たして、はい、さあこれからということになります。はい、やっぱね、あの自分も赤いベルト目標にして、やっぱやるからにはここに、ね、入ってきたし、これからもやっぱそれ目標だから、はい、なんかもう頭パニックですよ今いろんなことがありすぎて、ね、はい、結局獄門島は続く。そうですね、いやだから自分は本当、中野さんがおっしゃる通り、なんですか、やっぱ自分の意見としてはやっぱね、解散がないのもいいんじゃないかっていうか、やっぱ中野さんは負けたからって言ったんですけど、自分はまだまだ中野さんから学ぶものもあるし、ね、やっぱ半分以上獄門島でやってきたから、このまんま続けてほしいです。そうですか、はい、はい、これからも期待しております。はい、ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。インタビューありますけど、ね、
ブーナさんとやられるなんてな。アスカなんかそんなこと言われるぐらい落ちぶれてねえんだって。アスカをデジャガを来年アレをぶっ潰します。この間も言った通り、もう先輩だと思ってないし、あのぐらいのレスラーがね、私に盾つくなんていうのは許せないです。たとえ持つ先輩でも今関係ないですから。国元のせっかくの卒業式をぶち壊してくれて、まあこれからも楽しみですけど、今後はあれですか、その前よりも試合っていうのは多く出るんですか。いや、その勝つどのコーナーというのは考えてないんですけども、今年の最終戦までには来年あれ、そしてあの大阪でも言いましたけど、ジャガーとシングルやりたいんで、まあその2試合は組んでもらおうと思ってます。やっぱしあれですね、アスカなんていうのはクラッシュギャルズっていう超ベビーフェイスでね、やめとった人間ですから、何があってもかっこよく、どんな感情があろうとかっこよくね戦ってるアスカを見てるとイライラしますね。はっきり言ったらじゃあネッカーのヒールですから、ああいういいこじらしてるやつは本当にただすみませんです。とりあえず今の卒業式しなくて、そうですね、まあ、今日に本当に乾杯しましたし、ね、それが悔しくもあり、また自分の中ではすごい嬉しい、こんな気持ちいい時にね、うん、また国元の解散というのは伸びましたけども、とにかくもうこの気持ちいい感情をぶち壊してくれたアスカでね、国元できっちり落とし前つけさせていただきます。全然最終の、両国に出させてくれというのが、この間の大阪終わった時に、ジャガーさんのシングルでやらせてくれってことを会社に言ったんですけども、ちょっと今回のこれ今日こういう終わり方になってしまったんで、ちょっと最終戦の両国を国本と対ラディアレでやらせてくれるように頼みたいと思います。その前にだからジャガーさんとシングル、あとこの間はアスカは万全の状態じゃなかったんで、あの試合になったんですけど、もしアスカのシングルでやりたいということがあればいつでもやると思っています。一応今はその3試合か2試合ぐらいで考えたいです。ダブルシカゴの方法は何て言うんですか。まだ全然はっきりは決まってないんですけども、まだ何度も何度も噂で上げてくれるということは聞いてるんですけど、はっきりしたことはまだ決まってないんで、一応、来月中にははっきりさせたいと思ってるんですけど、一応今月の5日から1週間だけ、他の仕事も兼ねてですけど、ニューヨークに1回帰って、でもしコンタクトを取れれば、WCW の方の人とも話し合っていきたいと思ってます。さて本日のメインカードはザ・ディスティニー・クライマックスと題して行われます。このベルトの権威をしのぐ戦いと言われてますけれども、まずは赤コーナーの豊田真奈美選手、今の気持ち聞かせてください。そうですね、北斗選手がアードコード言ってますけど、私はそうですね、もう時代を変えるためにも北斗晶を必ず倒さなきゃいけないんで、北斗晶を倒して 3AA に
必ず挑戦します。新女王へのステップということになりますね、はいはい、意気込みが感じられました。さて青コーナーは北斗晶選手です。運命の対決のその大取りということですけれども、今の心境を聞かせてください。そうだね、運命の対決っても何が運命なんだろうっていう感じもするけど、うん、まあ、旧女王と新女王この対戦ではないかという見方もあるんですけれども、私は別に女王じゃないもん、うん、だから私は女王でもないし豊田真奈美も女王ではないと思う、うん、新女王でもないし旧女王でもないと思う。だから私たちは自分の時代をつかむために今日は戦わなきゃいけないんだから、まあ、北斗晶時代より先に豊田真奈美時代が来てしまっては私は困るということで、その新しい時代を切り開くというふうに、うん、まあどっちが勝ってもすぐにね、うん、どっちかの時代が来るっていうのはそれはまずありえないことだし、だから時代を作るための第一歩のね、やっぱり踏み台にしなきゃいけないし、うん、体調の方はどうですか。体調の方はトヨタがどっかで聞いてるかもしれないから言いません。はい、まもなくこの決戦の火蓋が切って落とされます。待ったって初めて見ましたよ ね、あーちょっと今打ち所が悪かったか、まあ初めに突っかけていったのはトヨタの方だから、これちょっとね墓穴を掘った形になってしまいましたけれどもね、とりあえずこれを持って試合開始と見ていいわけですか。はい、まあちょうどね左の足を引きずってますねトヨタが、ちょっと、あれです、大阪の時にやったみたいですよ。やっちゃったんですか。はい、あタック戦でね、じゃ今ひねったとかそんなんじゃなくて、はい、あここで仕切り直しありますかね、コールがあるかもしれません。さあ握手するのかな。ちょうどガウンが真っ白と真っ黒ということでね、白と黒の対決というふうに言おうとした途端に、まずはおお、ここでゴング、あーすごい、すごい、デンジャラスバックドロップであります。デンジャラスクイーン健在か。あーしかしトヨタも負けてはいない。どっからどう飛ぶって、なんか何でもいいから飛べって感じですね今、ただあのその状況判断が良かったってことじゃないですか。また飛びますよ、ワンステップ、うわー飛んだ、すごい、起きて破りも甚だしいですよ今のは。トップロープに立ったのを落とす、それ誰も考えない、これも、これも
何かこの起き破りの連発であります。バージョン違いですよ今日、すごいですね。うわーすごい。いやいや、今ビデオをご覧の皆様も超ド迫力映像ですね。すごすぎ。なんか目の錯覚かもしれないですけど、トヨタが拝みの手をしたような、はい、手が合わさってましてね。そうですね。なんか今なんかヒドゥンメッセージって多いですね今日は。いやーすごいな。いやいや、テンション高いですよこれ。ここから始まりって考えていいですか。うん、なんか2回始まって2回終わったっていうか。いやいやいや、やはりねこの2人の戦いですから、2回ぐらい心臓がドキドキしましたね、うん、今見てる方は。こっからかな。もうとにかくそのこう来るかっていう部分で全く意外な方向来ますよね。あの猫のようにロープに飛び乗ったね、トヨタをはたき落としたっていうのはあれは初めてでした ね。あんなことをしてしまっていいんだろうかというね感じがしましたけれども、デンジャラスクイーンですから何でも許されると手をつからすかさず投げていった。もともとね、北斗晶って今のスタイルになる前は七色のスープレックス言われてたじゃないですか、はい、今のリバースアームサルト、うん、ダブルストなんかはその時の片鱗っていうかね。なるほど、ね、山田選手、北斗選手は復帰後は全く当たってはいないんですか。そうですね、当たってないですね。これはマウントポジションというよりは、うん、往復ビンタですね。往復ビンタ、うん、またトヨタがなんか大声で言ってるんですよ、ね、やられるかなんだかとか。気が強いですからね。ビンタ、ビンタだ。山田さん、この2人の性格を考えてですね、やっぱこういう性格ですか。性格でしょ、プロレスは。ビンタ合戦というのはもうこれはもうね、もう熾烈の一途をたどるのは予想できますよね、これね。トヨタも引かないですからね。よく言ってますよ、ギブアップするかこの野郎とかなんかね。いや、よくやってますよね。あ、これ出そうですよ、ほら。またトヨタがこれどんなに締め上げてもですね、ゴム人間なんですよ。あれだったら指の形に顔に線がついてもおかしくないですよね。やらけねえ。でもやっぱ左の頬の上のと目の下あたりがちょっと擦れてる。あ、そうですか。お、すかさず STF、 このあたりもしたたかであります、デンジャラスクイーン。お、トヨタ北斗はどうですか、山田戦から見てですね、そのブランクであるとかそういったものというのはどうなんでしょうか。全く感じられないですか。練習とかしてるじゃないですか。ただ試合やってないから一回りちょっと太ってるんですよね、北斗選手。あ、そうですね。なるほど、はい、前はもう無駄肉が全くない人だったんですよ。少しやや一、ね、枚ふっくらしたかなって感じで、ね、それからね、あのトヨタ選手と、北斗選手の特徴は男のダンプロって言いますよね、はい、男のプロレスを一切見ないタイプだったんですよね。でもさっきのトヨタ選手なんか今でもそうでしょうけども、STF とか、はい、先ほどのサソリ固めなんかには新日本ちょっと入ってましたね、はい、いや北斗選手はなんといってもですね、先日の大阪、フィニッシュなんとストラングルホールドガンバで決めたんですよ。おお、愛のストラングルホールドでスパイスが違うんでしょうね。この北斗第2幕って感じがしますよね。あれには驚かされましたけれどもね、さすが北斗、それをフィニッシュに選んだかというね、うん、気がしましたけれども、まあ実はそのドラゴンでしょ、うん、ドラゴンスリップね、新日本入ってんですよ、はい、やっぱり。これはどうでしょう、一度その引退宣言をしてから新たな境地というかね、うん、まあ、部分もあるんでしょうね。いいように考えれば生まれ変わっちゃったっていうかね、うんうん、まあ、これ違うレスラーとして蘇ってきたんですか。健介効果というのもあるんでしょうけれども、さあロープに振って、うわすごすぎ、なぜそんなことができるんだ、トヨタマナミ。でも僕らから見ると佐々木健介選手よりも、はい、北斗晶の方がよっぽど悪強いですけどね。はい、そうですよね。北斗が、うわもうすごいランニングトラップキック。今振り返った瞬間もう足が来てたっていうかね。いやー、デンジャラスクイーンがもんどり打って倒れてしまった。ものすごい今角度で当たりましたね。で、あれはでフラフラしてるところに今度足蹴られるでしょ、これ脳震盪起こしてるかな、軽い、うわー串刺し、空中で足が伸びてくるところがすごいところですよね。ちょっと今ね、北斗が腰に手をやっているんですが、実は、一昨日の試合で、あ、その前ですか、北斗が腰を痛めておりまして、腰椎がなんかずれているということでね、もともと腰がすごく悪いからね、
足も膝も足も膝も悪いんですよ。そうじゃなきゃそもそも引退っていう話には出てこないですからね。このプロレスラーどこにそんな力があるんだというね、それだけ怪我をしているんでいてもこれだけの試合をやってしまう、もう整形外科の先生が見たら目を覆ってしまうようなですねシーンの連続なんですけど、信じられないでしょ。いや先生ね、医者からして言わせたらもう完全にその医学を超えてますね、この人たちはね。なんかもう絞って髪の毛絞りますよ、絞ります。あ、なんか北斗にこんなことするの、トヨタぐらいですよ。あすごいすごいすごい、北斗のこんなひっつめた顔見れるのそうないですよ、これ。結婚式の時ぐらいですか、ね、結婚式の時ぐらいですよ、持って投げた、なんていうことをするんだ、トヨタマナミ恐るべし、デンジャラスクイーン何するものぞ、乗ったまま踏むんですよね、何度も。そんなことしてしまって大丈夫かなという感じがしますけれどもね、北斗の怒り爆発がいつ大噴火するんでしょうか。そうはいくか、あーラリアット早い早い、そんなにね投げっぱなしジャーマン、北斗選手よく見てますから、そんなにそんなに食らい続けません、もらわないっていうんですか、連続して、あー出た出た、リバース裏、うわー、 L サムライ技っていうんですか、 L サムライ技、えげつない技を連発していきます、デンジャラスクイーン。先ほどのトヨタの攻撃に怒り爆発か。山田さん、このトップとの体の状態というのはですね、はい、同じ、移動とかドレッシングルームとかでですね、何か感じる部分ってありますか。いや、控室とかも違うんですよ、移動も一緒にしてないですし。そっか、移動も違うんだ、はい、もう別格っていうか、旅についてないですもんね。そうですね、やっぱり北斗選手、ちょっと1分ぐらい前の攻防なんですけどね、ロープに走っていくスピードがすごくのろかったですよね、やっぱり足か腰に来てるってことですか。腰痛いらしいですね。ロープに走っていくスピードのろかったですよね、だからやっぱりだましだまし戦うんですよ、ベストコンディションからはほど遠いんじゃないですか、やっぱり多分今麻酔かなんか打ってやってるんだと思います、痛みやめっていうか、はいはい、まあ北斗はね、横浜アリーナですか、ブルー様に呼ばれてリングに上がって以来ですね、正式に復帰をしてから、北朝鮮を入れるとですね、この試合が5試合目になるのかな、5試合目になりますけれども、でこれから一つ一つの試合を、はい、形作っていくというか、大切にしていくんじゃないですか。そうですね、やっぱり山田選手をはじめとしてね、現役組って言ったらおかしいけれども、主力メンバーは量産してるもんね、試合をね、日々これ戦ってますから、はい、あれですけど、やっぱりその意味で復帰はしたといっても、うん、数限りある命っていうか、はい、北斗選手もそういうの分かってんじゃないですか、うん、まあ、逆に山田さんも含めてですね、現役の選手からすればですね、この北斗の球を取る時間がですね、もうあとわずかしかないということで ね、 そうですね、限られた時間の中でこれ山田さんもシングルマッチをね、1回 ね、 そうですね、北斗選手とやっておきたいですよね、はい、さあローリングクレイドルぐるぐると回して、あ、今日はあまり回数は回しませんでしたか、カウント2。さあその限られた命を燃焼し尽くすのか、北斗晶。現役を今自らフリーダムフォースという軍団を引き連れて、まさに円熟期に達しているこの豊田真奈美とデンジャラスクイーンの対決、本当にまだまだ全盛期ですからね、はい、豊田選手なんか、北斗選手はやっぱり体力で勝負するよりも知恵で勝つっていうか、そういうレスリングをやるべきです。あ、 DQ ボムか、お、いやこれもまた掟破りな返し方をしましたよ、トヨタ。なんか体が密着したら全部回転エビにできるんじゃないですか、トヨタ選手っていうのは。すごいですね、何でも回転技。あ、出ました、2回転式回転がためをもろに返したパワーボム。だからやっぱりその知恵の力で勝つっていうか、これが来たらこうだなっていうの分かってますから、はい、今なんかパワーボムもあつらい向きですよね。そうですね、お、これはね、レーナ吹雪技なんですよ、リバースの、フランケンシュタイナー、裏カンラナっていうか、
これはレーナ吹雪技だそうです。吹雪ラナとか言うんですか。吹雪ラナでしょ、はい、そう北朝鮮ではこれでブルさんからホール取ってるのかな、うん。あ、ひょっとしたら、あ、やられた。ああ、これはジャパニーズオーシャンですね。その位置ですね。あ、今のフォールの仕方が面白かったですね。手がちょっと外れたら、じゃあ元ってところじゃないですか。太ももを抱えての、しかしカウント2。おお、トヨタが勝負に出るか。トヨタが勝負に出たか。ジャパニーズ、あー勝負に出てますね。サイクロン、あーここでフィニッシュ、立った立った、生き返った。そして DQ ボブだ。ちょっと不自然ですね。ぐちゃっと崩れたぞ。カウントオブライ、ちょっと崩れましたか。やはりこの辺り持ち上げが足りなかったとかね、はい、北斗晶、まあ、しきりにやはりちょっと故障をね当てがっている姿が見受けられます。北斗晶ノーザンガイドボム封印してるんですよね。そうなんですけどね、あ、出ましたよ、フィッシャーマンズマスター。これはすごい超高角度、うわ、ブリッジで返すか。これを今のなんか当然僕らから見れば 2.9 でやっと返すかなと、やっと返すかなと思ったら今度ブリッジで来ましたかこの辺りはトヨタの信じらんないですよね。もうトヨタのなんて言うんでしょうか、まあ、回復力っていうか、あ、こんなの、あ、ストラングル、ストラングル、あー、ストラングル、あー、ロープが、ロープがぐるぐる回っているぞ。あー、ロープブレイク。おっと、これはどよめきが起きましたね、今ね。決まったかと思いましたが、かろうじてロープブレイク。また、見てる方もよく知ってますよね、ますね、状況というか、シチュエーションというか、この引っ張りを、あ、ボディスラムの対戦になるだけでびっくりしますね。あ、北斗らしい。あーあー、ひょっとしたら、え、流れ好き、え、何をするんだ。あーあー、ホットが、お、切り替えて、ミサイルキックもありますしね。そうですね、トペコンヒーローもありますよね。ロープの上に立った時のバランスがいいんですよ。あー、ほら、スッと立っちゃったでしょ。素晴らしい、なんか宙に浮いてるみたいな。あっちゃ、これはグキ、これを外すか、トヨタ。ジャパニーズオーシャン、あー、ジャパニーズオーシャン、ジャパニーズオーシャン、うまい、うまいぞ、北斗晶。あー、実力が拮抗したこの2人ですからね。それにしてもよくお互いの技研究してるというか、はい、知り尽くしてますよね。山田さん、ちょっとこの辺の展開全く先読めませんね、これね。そうですね、ムーンサルトですか。あー、トヨタも、わー、避けるよりも膝出した方がいいですよね、やっぱり。避けるのも一つですよ、でも待っといて膝出すっていうのは今だったら効率いいっていうかね、まあデンジャラスクイーンなら当然そちらを選ぶであろうということでしょうね。うん、どうでしょう、北斗もちょっと疲れてますか。それともタイミングを見て、なんだ、何かを狙ってますよ。お、右ストレートですか、パンチだ。あー、クロスカウンター気味に決まったぞ。お、なんだなんだ、ロープを下りして、あ、セカンドロープからアームホイップ。お、あ、しかし、いつの間にか、意地ですね、いつの間にか。あー、ジャパニーズオーシャン、サイクロン、スループレクト、北斗。あー、これかなという気もしましたしね。いやー、カウント3は入ったかに見えたんですけれどもね、これが返されちゃいますと、トヨタ選手もちょっと危ないです。ちょっと手詰まりですか、もう一発いくしかないですよね、これね。この後に出す駒がないっていうかね、はい、いやー、しかし北斗もよく返した。ジャパニーズオーシャン、サイクロンスープレックス敗れたり、あ、これはひょっとして、ひょっとしてあれですか、山田さん。あれですよ。あれですか。あれですよ。あ、デンジャラスクイーン、腰が悪いのにそんなことしてしまっていいのか。あ、ニュートラルコーナーから行きますか。何行くんですか。すごい、やめてくれ。何行くんですか。ケブラーダですか、ね、トップロープ、ケブラーダですか、これ。ボディプレスだ、プランチャーですね、ボディプレスね。
椅子が壊れなかった分、うん、腰痛いんですよ、なんかもうだって今肉の上で弾んじゃったっていうかね、はい、あー北斗晶息できないでしょ今北斗、腰が完全に粉砕されてしまったようなそんな感じであります。あーこれ机が実はですねあんまり割れてないからもろにこれ衝撃きましたね。全部自分の体でもらっちゃったんじゃないですか。あーまた飛びますか。あー外した。これを外す北斗も北斗でも思い切ったことしますよ、トヨタ選手が。うわーうわー、お互いもまあ共にですね技の量といいますか種類といいますか多彩な両選手なんですけれども、ここまで出し尽くしちゃうとですねさすがの両選手もこれは次どうなるんだというのは予想がどんどんついていかなくなるんですが、いやもうすでに限界超えてますよこれ、こんな人たち見たことないですよ。まあ一体ねどこまで行ってしまうんでしょうか。北斗晶と豊田真奈美場外へ、今北斗晶が豊田真奈美を今、お、放送席か本部席か、また机の返しか、うわーまた割れない、机の上に投げっぱなしですよね、また割れないからドスンって音が、何するんだ北斗晶、デンジャラスロードはまだまだ続くのか、どこまで危険なことをすれば気が済むんでしょうか。デンジャラスクイーン、まさに完全復活なのか。今机をしっかりと固定して、北斗晶一体何を考えているんでしょうか。豊田真奈美さすがの無尽蔵のスタミナもちょっとグロッキー気味であります。北斗晶が今机の上に上がった、何があるんだ、もう一回投げっぱなしパイルドライバー、おまだそれで何かするんですよ、そっからエプロンに乗って、何すんのボディープレスか、うわー、あーすごい、ギロチンドロップのような、いや先頭、なんかヒップドロップのような、うわ今またこれ机割れなかっただけね、トヨタ腰大丈夫でしょうか、何かあのトヨタの腰がぐちゃってよじれるのがちょっと見えたんですけれども、あーすごい、何を考えているんだデンジャラスクイーン、恐るべし、しかしよくあんなことしようなんて思いますね、しかし自分も危険極まりないわけですからね、これ。お、どっちが多いんだ、トヨタコールと北斗コール。ああ、日本武道館1万5000人のお客さんも真っ二つに分かれています。トヨタなのか北斗なのか。山田選手、この後これどうなっちゃうんですか、これ。どうなんですかね。もう本当限界超えて、何で決まる、なんかひょんなことで決まりそうですよね。ああなるほど。これでみたいな。そうでしょうね。ひょんなことっていう感じでしょうね。ああこれはしかし両者ノックダウン状態。もうすでにすごいことになってますからね。ああもうお互いなんか髪の毛掴んでなんかなんでしょうかね。闘志だけで今なんか動いている。闘志と本能だけで動いている、とりあえず相手の髪の毛を掴んで起き上がることもままならないこの2人、あーまだ何かやるのか、ノーダンライトボム、これはすごい、トヨタ真奈美がトヨタがやっちゃった、デンジャラスクイーンにノーダンライトボムを使っていった、いやいや圧倒を言わせるこのフィニッシュというのはこれなのか、デ
ミスティニー、クライマックスはこのクライマックスだったのか。これは何ですか、ジャパニーズオーシャンですか。ああ、北斗完全に大の字。ああ、もう一発、デンジャースクイーン、武道館リング中央大の字であります。ホック選手の中、今日はトヨタ選手プロレス頭勝ちっていうかね、ホクトがノーザンライトを封印するっていうのは、じゃあ私が使おうと、もうね、そういうことでしょう、ということですね、だったらそうなりますよね。それも2発、でもリングにカムバックする時点で2人の成功突き果ててましたよね。はい、まあトヨタもですね、まあこの試合まだまだプロレスが面白くない発言以来ですね、待ちに待ったこのシングルマッチですから。あ、今マイクを、トヨタは本当に高が、あ、今高々とトヨタの左手が、そして場内は先ほど二分した北斗コールが、よ、武道館全部が今トヨタコールに変わった瞬間でありました。もしかし、あ、なんですか、なんですか、あ、来ません、いやいやいや、あ、フリーダムフォース高らかと勝ち名乗りであります。フリーダムフォースの長トヨタマナミがついにデンジャラスクイーンを下しました。いや、まだこれ北斗で大の字ですよ。北斗もここまでの完敗というかですね、まあもうほとんどね、リングにカムバックした時にもう両者ノックダウン状態だったわけですけれどもね、いやー、まだ北斗は大の字ピクリともしません。大丈夫でしょうか。今ね、場内、まあもちろんこの後何らかのマイクパフォーマンスがあるというふうに期待して、お客さん一歩も帰っていないわけですが、今リングドクターの林さんが、林先生が北斗の元に駆け寄っていますけれども、北斗の方はこれ大丈夫ですかね。どうやら、ちょっと北斗の方が心配ですけれども、おっと、なんでブーなの、なんでブーなの、なんでブーなの、いやいやいや、大ブーイング、もうこの人がリングに上がると一番大きなブーイングなんですよね。これは G1 クライマックスでも大ブーイングだったんですけどね。なんでブーなの。いや、ブーイングをですね、糧にする男なんですよね、山本編集長。自らを変な、レスラーよりすごいリアクションを取っちゃってます。すごいですね。自分は変な性格で良かったというふうに言ってましたけれどもね、ブーイングで。まあちょっとね、今トヨタマナミ選手にね、まあ北斗に勝った今のね、率直な気持ちというのをちょっと聞いてみたい気がしますけれども、マイクなしで終わるんですかね。どうなんでしょう、ちょっと北斗の方がですね、完全に大の字で、マイクの方がいいですよ、これだけ力いっぱいやったんですから、マイクでまとめる必要もないですよ、みんな分かってますよこれ、こんな試合ちょっとないですよ、何年も、10年に1回かもしれない、今、ああ高々と満員のお客さんに応えるトヨタマナミ、こんなのない、私の知ってる北斗晶じゃないんだよ。おー、これまでや、ここまでやったデンジャラスクイーンに対して何か涙ながらの厳しい言葉、
下田美誠、まあ自分がねこの間あの北斗越えができなかっただけにね、またこれはこれで悔しい部分というのが、ああ単価ですか、ああデンジャラスクイーンがよもやの単価、ああ下田美誠が今荒れ狂っている。私の知っている北斗晶はこんなものじゃない、私が連れてくってんじゃないですか。ああ、いやー下田も、下田もねどこまでもやっぱり北斗を追い続けていくんでしょうね下田美誠。でも私が運んでくってとこは何かいいですね、なんかね。いやそれにしても、ああ北斗ちょっと顔色がね、あ大丈夫か。今下田がおぶって控え室に行こうというところ、デンジャラスクイーン完敗の瞬間だったわけですが、まあそれにしても凄まじいディスティニークライマックス、まあ今日のメインイベント豊田真奈美ついに北斗越え、それにしても試合内容が素晴らしかった。もうそれにつきますね、はい、やっぱり何十年に一回の名勝負が生まれたんじゃないですか。なるほど、北斗晶選手を見事に倒しました豊田真奈美選手、こちらの方に戻ってまいりました。お疲れ様でした。今の正直な気持ちを聞かせます。そうですね、やっぱり勝つためには手段を選ばないっていうか、そうですね、あの北斗選手がちょっと前にあの脳材ライトボムを封印するって言ってたんですけど、それは対戦する側にとってはやっぱり一番の得意技を出さないってことは一番の侮辱なんで、だから私はあえてあの北斗選手の技を取ったっていうんじゃなくて、そうですね、北斗選手がつに北斗選手だからこそこの封印した技で最後決めたっていう感じ、はい、今のこの北斗晶を倒した瞬間の気持ちっていうのはどんな感じだったんですか。まだやっぱりこれで時代が変わるっていうのはなかなか難しいかもしれないけど、やっぱり北斗選手を倒したのは事実だから、やっぱりこれからも自分に自信を持っていけると思うんで、はい、次のターゲットはそれはやっぱりアジャ様が取られた 3WA シングルのベルトをジャパングランプリで必ず優勝して、必ず自分が関西に取り返しに行きます。期待しています。お疲れ様でした、はい、お願いします。天下あちらです。天下こちらお願いします。あっち行った、あっちだ、そこ、ずっと見てて苦しんでるのを見たし、全部見た。私だってトヨタ倒したいし、それは同じのはずだと思う。だから私にチャンスを置くと、だからチャンスは私にくれ。トヨタを倒したい気持ちでも、ラスカ・チョーラスの人はこんなんじゃないんだよ。私が一番そばで見てきてんだから知ってんだよ。
だから私は今度前の私じゃない、今度は北斗と対等で対等にやっていきたい。北斗どうしたの。北斗、負けたんだ。負けたのか島田。あんなのはな、北斗晶じゃないんだよ。私の知ってるラスカチョーラスの北斗晶はあんなんじゃなかった。倒したいのは私も一緒なんだよ。だから私にチャンスくれ。北斗、北斗何してんだ。だから私とタッグを組んで北斗、私は前の私じゃないんだよ。だから私とタッグを組め。てめえにまだまだでかい口聞かせねえからな。やってやるよ。なんだカードは。なんでもいいよ。でもな、あんたと組むからにはな、そんなな神経のカードなんかやんねえぞ。よし、組んでやるよ。てめえの会社に頼んでな、タイトルマッチでも用意してて。そんなものいらねえ。どけ邪魔だ。
というわけでですね、凄まじいクライマックスを迎えました武道館常連戦ディスティニー、斉藤さん、はい、まあですね、ものすごい試合になることは戦前から予想されてましたけども、はいはい、まさかこんな結末が待っていたかという、トヨタ北斗戦ですね、言葉を失うような名勝負でしたし、うん、はい、そうですね、これが何でしょう、うん、終わりじゃないんですよね。そうなんですよね、始まりでもないんですよね、うん、ちょっと打ち返って、うん、この勝負は何だったのか、うん、もう一回、なんて言うんでしょう、考えてます、うん、はい、まあ少なくてもですね、ただ前場イズムというものを満点下に知らしめた素晴らしい試合だったということは間違いないですね、もう何十年に一回の名勝負が生まれたんじゃないですか、はい、うん、山田選手、はい、まあ今日はですね、この放送席でご覧になったわけですけれども、はい、かなり刺激受けたんじゃないですか、はい、そうですね、できたらもうちょっと近くで見たかったですね、もうちょっと近くで見たかった、ちょっと遠かったかな、そうセコンドとまた違うじゃないですか、あ、なるほど、うん、でもかなりこの豊田選手、奥選手のねぶつかり合いの息吹を感じ取れたんじゃないですか、はい、結構こちらのね、まあ、ここからの距離で見ると結構冷静に見れる、そうですね、うん、どうですか、総括して山田選手が見たトヨタ北斗戦、そうですね、やっぱこれから先またどうなっていくのかって感じですよね、楽しみ、はい、山田選手もでも絡んでこない、楽しんでるばっかじゃいけないですか、そうですよ、これから期待してますんでね、頑張ってください、はい、ということでですね、全9試合、じっくりご覧いただきました、解説はいつもより斉藤文彦さん、そしてゲストに山田敏夫さんを、敏夫選手をお迎えしてお送りしました、山田さん、斉藤さんどうもありがとうございました、どうもありがとうございました、それでは、神奈川の武道館から失礼いたします、さよなら。